これから7年間の我慢時代が来るよ。人類が経験する中で最も苦しい時代に入るよ。氾濫時代とも言うらしい。最初の3年半だけで世界人口が半分になるって。80億40億人になるんだって。前のエジキエルによる予言によると、人類最後の時代になるといくつかの前兆が現れるって。倒産する企業には前兆があるから聞いて。社内の寛容は植物が枯れる。そこまで手が回らなくなるからね。そして会社の雰囲気悪くなって辞めていく人が増える。コストダウンをやり出す。それでは私は解雇されたんだけど、あなたも給料は高すぎるって。それから倒産する会社の前兆は全く関係ないジャンルを一か八かでやり出したらもうおしまいなんだって。私を解雇した企業はセミコンダクターで部品作ってるくせに急に AI に関する内容になってる。そうだ、終わるかもな。人類株式会社にも倒産する前兆があるから聞いて。それは世界が参加する戦争が起こるんだって。第一次世界大戦、第二次世界大戦はプレカンな時代。あんな魔国と聖書に明記さされている現在のロシアがいろんな連盟国家サポートされたイスラエルを攻撃し、神妙を得たその秘密を自然な方法で全然するらしい。よくわからんけど、私たちは今その土地だけ生きてる。でもね、聖書と歴史は被っていて、なぜかほぼ同じ。歴史は繰り返すから、幾度も似たことしてるんやろな。だからこれからも3年半ほどで世界の人口の半分になるってこと。人口削減計画とも一致するから起こるだろう。でも利害外交がある。人間が人間を支配するこの世のあり方を終わりにして、文句のない愛が基本になる世界へ。悪の大掃除、そして新しい価値観の世界へ。新しい価値観